どうもです、つくもやよ。12月16日、今日から天一天井や方位を司る神さんが天井に帰るいうことで、引っ越しやら旅やらに期間言われとる。12月31日まで、あとこの期間に掃除すると運気が上がるとも言われとるよ。六曜は赤光、祝い事は今日、昼前後の磨き地で、あとは今日、時間は水の音、風呂を表す影の水、目を出す準備を始めた状態を示してる。十二しわみ、蛇屋根、影の日、枝を大きく伸ばし、葉が青々と茂る状態を示してる。ほんでこの時間と十二時からを汚いを読むと、水国か、水は火を消し止めるいうことで、即刻、物事が順調にかへんゆけや。赤光、赤から連想される、剣跡か火の元とかには、よよ気ぃつけての。ほな、またね。